クルシフィックスは、イギリスの競争馬、繁殖品馬、12戦腐敗の成績を残し、1840年には、クラシック競争を参照、変則ながら、史上初の三冠を達成した。馬名は、十字架あるいは、十字画像の位。2歳時から快速ぶりを発揮し、現在も残るジュライステークス等の競争を制している。クラシック戦線は2000ギニー、1000ギニーを、 史上初めて連覇すると距離が伸びたオークスも解消した。この後はそのまま引退。当時としてもかなり早い引退である。なおウエストオーストラリアンが史上初のクラシック三冠を達成したのが1853年であり、クルシフィックスの13年後のことであった。引退後は繁殖牝馬となった。繁殖成績は同世代のポカホンタスにこそ及ばないものの、 タッチストンとの間に残したサープライスはダービーステークスとセントレジャーステークスを制し母子二代合わせてのクラシック全制覇を達成している。他にカウルとメスコマロザリーはメス系子孫を伸ばしファミリーナンバー二号族愛分子の祖となった。クルシフィックス自身は1857年に死亡。馬屋の近くに埋められた。側にはカウルの父。 ベイミドルトンも一緒に埋葬されている。ありがとうございます。